女子の 1600m リレー予選は第6組、アンカーにバトンが渡っています。先頭は白梅学園東京。男子走り高跳びは鈴鹿高専リレー加藤希です。男子走り高跳び1回でクリア、鈴鹿高専 B 加藤君です。続いては鹿児島商業鹿児島ミデップ君。一着は白梅学園東京3分46秒91、二着摂津大阪3分49秒おります。1着白梅学園、2着の摂津、この2校が